日本国神奈川県川崎市、麻生区、栗木栗木は、神奈川県川崎市麻生区の地名。1999年に住居表示が施行された町、町としての栗木1丁目から栗木3丁目と、2021年6月現在、住居表示未実施の大技栗木が並存している。川崎市麻生区の西北部に位置する。全域が、多摩丘陵の丘陵地の中にある。 鶴見川、水系浅尾川の支流片平川の最上流部に位置し、かつては樹脂状に複雑な形で宿が刻み込まれ源流域を形成していた。標高は、おおむね50メートルから120メートルであり、北部の黒川との境に近づくほど標高が高い。栗木1丁目から3丁目は、土地区画整理事業によってならされた土地が広がり、住宅街と畑が混在している。 二丁目は、川崎マイコン式として整備され、情報、電子関連の企業の研究所や、関連施設が立地する、工業団地となっている。三丁目の南部は、霧光学園の敷地となっており、小学校、中学校、高等学校が位置する。住居表示未実施の区域は、地区南端に残存し、かつて計守る宿と呼ばれた宿に住宅が集中する。周囲は山林に囲まれ。 片平に続く金茨の台地に農地が広がっている。西側は霧光学園の関連施設がある。栗木は北部で川崎市浅尾区内の黒川、東側で栗木台、南は片平に隣接する。黒川との境は玉川水系と鶴見川水系の分水嶺となっており、かつて馬場尾根と呼ばれた峠道があった。北西から南東にかけては、 神奈川県道137号神谷沢を連行寺線に面し、栗木台との境界となっている。片平との境は、金井源と呼ばれる、緩やかな大地が広がっている。西側は、東京都町田市の新工寺、後葉釜と接し、県境の尾根に帯状の緑地が残され遊歩道が整備されている。そのため、県境を越える車道は、霧光学園裏の一箇所しかない。 古代以前南北朝時代、江戸時代、武蔵国鈴木郡、栗木村であった。明治時代戦前江戸期から盛んであった炭焼きは、明治に入ってからさらに流星となり、黒川丹として出荷された。前寺丸垣の生産、養産業も盛んであった。戦後から現在小田急多摩線の開通とともに、東京のベッドタウンとしての開発が進む。 多摩丘陵に抱かれた農村であった栗木は激変し、住宅街へと生まれ変わる。急な崖の目立つ地という説がある。栗は崖が栗られたような、急な形になっている様子を表す。地名語で、木は単に場所を表し、栗木の漢字表記は、後の当て字と見る。江戸時代の状況、元禄年間の文書には、律木と書かれたものもある。また、 単純に栗が多く生えていたからという説もある。周辺住民や一部の道路地図では、栗木と呼称する例があるが、栗木が正式な読み方である。旧栗木村には1875年に4つの新事が確定され、地名には数字番号が用いられた。現在の栗木1丁目から3丁目、大技、栗木の旧地名について述べる。つ名旧栗木地区の中央。 神奈川県道137号上朝を連行寺線に沿う大きな宿。バス停名に中宿として残る。栗木三丁目十二番地、霧光学園の北側あたりから二丁目の川崎、マイコンシティを通り、黒川との境まで刻まれた長大な宿。栗木三丁目六番地あたりで大森宿から分岐し、マイコンシティへ向かって伸びていた宿。 栗木1丁目24番地辺で十0屋戸から分岐し、黒川との境界の山に入り込む屋戸、土地区部屋戸とも、栗木3丁目13番地辺、現在霧光学園があるところ、大技三百322番地辺より南に入る屋戸、土地区各整理事業地から外れたため、現在も地形が残り田延々風景が見られる。東には、片平に続く金茨の大地が広がる。 小地名三つの大きな宿が片平川の谷に合流するところ、上朝おれん工事線と栗木台からの大通りの交差点あたり、村の中心的な場所だった。上朝おれん、三寺線沿いの片平との境界あたり、片平川にも同じ亀井の地名がある。大技、栗木の東側から片平あざ茨に続く緩やかな大地、畑が多い。 大森跡と畑屋の間の大地。栗木二丁目六番地あたりから南東に細長く続いていた。しばらは村の橋の再装置などにつけられる地名。栗木一丁目十七番地の栗木大しばら公園に、名を止める。栗木三丁目六番地あたり、大森跡から畑屋が分かれるところにあった畑。由来不詳。栗木二丁目八番地、黒川との境の山。ここに、 春名さんの祠らがあったという、栗木二丁目八番地、黒川との境の山。昔狩りに来た殿様の犬が、イノシシと戦って死んだのでその犬を葬ったつかと伝わっている。中野との奥、神朝おれん、三寺線が黒川へ抜ける霧通しが作られている尾根。牛馬も通るのに骨が折れたと言われるほど、険しい尾根道だった。御武神社があった山。 開発により山はなくなり、御嶽神社は今の位置に移った。大正時代までここに天皇社があったためこの名がついた。大和桜木287番地編。なぜか兵隊郎とも呼んだ。桜木三郎さん特別緑地保全地区がある。跡地は大和桜木280番地。金茨の第一条にこんもりとした塚が七基あり、修験者代々の墓所と思われた。 土地のものは法院様と呼んだ。大和桜力183番地、テニスクラブの前あたりにあった。2021年3月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。町長別面積の数値。川崎市。2020年2月24日閲覧。町長別世帯数。人口。川崎市。2020年2月24日閲覧。 市外局番の一覧。総務省。2018年2月15日閲覧。ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU。川崎地名辞典。P189。ABCDEFGHIJKL。川崎地名辞典。P192。ABCDEF。川崎市の町名。P273。 abcdefghijklmnopqrstu 川崎地名辞典 p190 abcde 川崎市の町名 p274 ab 川崎地名辞典 p193 abcdefghijkl 川崎地名辞典 p191 ab 川崎市の町名 p276 ありがとうございます。